マルクスの資本論を書いているマルクスですね、社会主義共産主義の根元になったマルクスですけど、マルクスも共産党宣言だとか共産主義唱えた時には実は本当は千年王国を作る気持ちがあったんですよね。だからこの聖書というか旧約聖書を完骨脱退して、実は作ってて、意外にマルクス主義っていうのは、宗教をよく勉強した人を作っているので形はよく似てるんです。だから、そのメシアにあたる部分が、万国の労働者の指導者に当たって、っていう考え方なんですね。千年王国を彼も目指していて、だけど実際はソ連は77年しか続かなかったし、中国ももうすぐ国体は変わるだろうと私は信じてますけれども。